この物語は愛知県常滑市にやってきた流れ者の占い師岩尾田秀夫と招き猫の精霊トコニャンが常滑で出会う人々の悩みをワイルドに解決していく物語である。世界最古の海水浴場？本当かよ。世界最古って言うからよ、結構人がいるかと思ったら全然いねえな。こんなんじゃここで商売してもしょうがねえか。今はシーズンオフだからな。まあな、冬の海ってよ、どこもこんなもんか。まあな、冬の海ってどこもこんなもんだ。そうだよな。ってまた出たよお前、いつもいつも急に出てくんじゃねえよ。常滑焼千年の歴史が生んだ招き猫の精霊トコニャン、今回もサランジョー。そのポーズかっこいいと思ってんのか。うん、まあ本人がそう思ってんならいいんじゃねえか。ありがとう。そんなことやるよ、全然人いねえな。この分じゃ夏も期待できないんじゃねえか。おいや、常滑の海なめんなよ、夏は結構な人だぞ。まあ昔に比べ減ったけどな。でも逆に今なら世界最古の海水浴場でこんなことできちゃうんだぜ。おい、どこ行くんだよ。どうだ、世界最古の海を独り占め、映えてただろう。おっさん猫が映えとか使ってんじゃねえよ。誰がおっさん猫だ。それにお前、映えにお前年齢は関係ねえだろ。映えてただろう。映えてたろう。映えだろう。もう映えてたよ、映えだよ。もう分かったよ。お前映えてたろ。ああ、よし、じゃあ消すぞ。は？手伝いを消すんだよ。やだよ、なんでだよ。他の人が見たらびっくりするんだろ。世界最高とか書いてあったらびっくりしちゃうだろ。それにお前、次の人が映えてるの撮りたいってのになった時にこんな書いてあったらお前迷惑だろ。手伝えって。たく、もうめんどくせえな。おい、お前そっち消すよ。ああ、てらぁ、うんだれ。世界最古か、いい響きだな。え、知ってるか、この大野海岸というのはね、平安時代末期から鎌倉時代初期に生きた歌人鴨野長明がある歌を詠んだことから世界最古とされているんだ。鴨野長さん？鴨野長明。ああ、歌人ってのは？歌人っていうのはね、歌を詠む人のことだ。その歌人が生魚の恩返も清し酒もよし、大野の湯あみ引かず重ねむって呼んだんだ。ほー、
おい、それと世界最古がどうつながるんだ。うん、さっきの歌の中に歪みって出てきただろ。歪み、うん、歪みというのは潮当時のことでな、病気の治療のために海水に浸かることを言うんだ。つまりこれが海水浴となるわけだ。お、海水浴場だ。そう。え、ってことはさ、この海水浴場は平安とか鎌倉時代からあったってことか。そうなるな。でもまあ諸説あるけどね。おー、すっげえ場所なんだな。なんかもう歴史遺産みたいなもんだな。すげえな。え、でもさ、そんな昔のことよく知ってんな。おじさんいくつ。おじさんか。おじさんは今23。な、な、23？は？え、ふざけてんのか俺は。63だよ。孫もいるし、もう還暦超えちゃってるよ。なんだよ、どうりで物知りなわけだよ。物知りというか、そういうのを調べるのが好きなんだな。としおさん。あ、りえこさん。ああ、何やってるの。あ、何って、今この若者が。突然声かけて悪かったな。いや、またな。ありゃ恋してるね。あ、まああれ、もう孫もいるじいさんだぞ。じいさんが恋しちゃダメなのかよ。それにな、あの人は20年前に奥さんに先立たれたんだ。だから今は独り身だよ。お前なんでそんなこと知ってんだよ。招き猫の精霊は何でもお見通しなんだよ。ちなみにあの女性も十数年前に旦那さんに先立たれた。だからあの二人が恋しちゃいけない理由はどこにもない。というわけで今回お前が助けるのはあの二人だ。あ？なんかいつもとな違う感じになっちゃうかもしれないけどな、頑張ってやってみよう。ということで行くぞ、せーの、ふっ。あの二人の恋のキューピッドを任命する。こ、恋のキューピッド。というわけで、これこれをつけてな。これをまずつけて上着脱いで、上着脱いで早く。おお、似合ってるじゃねえか。これダメ、これは俺が持つ。似合ってる。嬉しくねえんだよ、なんだこんなもの。ちょっと待って、ちょっと待って、いいのかお前。このままじゃ一人前の占い師になかなかなれねえぞ。常滑で困ってる人を救う、そしたらお前の商売もうまくいくんだよ。早くも一人前になるって言ってただろ。耳にタコだよ。ああ、じゃあキューピッド秀夫よ、行ってこい。めんどくせえな。早く行ってこいよ。
数日尾行したけど全然進展しねえな、あの二人。もうあの二人マジで絶対な。誰だ？富士山こそ誰？俺は流れ物の占い師の岩尾田秀夫っつんで、わけあってよ、あの二人の恋を応援してんだよ。え、そうなの？なんだよ。あの、私もあの二人を応援してるの。お前も？あの二人を。そうか、2年以上もあんな感じなのか。そうなの。私はもう早くあの二人に素直になってほしいの。二人とも絶対両思いなのか。もう分かったよな。とりあえずな、落ち着け。ごめんなさい。でも私、おじいちゃんには幸せになってほしいの。うちの両親共働きで夜も遅くて家族で遊びに行くことも少なかったの。でも代わりにいつもおじいちゃんがいた。小さい頃からいろんなところに連れて行ってくれて、いつでも遊んでくれて、いつもそばにいてくれた。だから私全然寂しくなかったの。そうか、いいじいちゃんなんだな。うん。だから私、よし、分かった。じゃあよ、一緒にあの二人の恋を応援しよう。え、俺もよ、訳あってあの二人にはうまくいってほしいんだ。だから手伝ってやる。ということで、これをよし、お前に授ける。うん。でもよ、2年以上も進展しないってことは、なんか大きな理由があるんだろうな。大きな理由。あ、心当たりあるのか。亡くなった奥さんへの思いか。なら、なおのことを混じりっけなしにまっすぐ攻めるしかねえな。え？亡くなった奥さんへの思い、その重さはよ、俺たちに分かるはずもねえし、本人にしか分からねえ重さがある。じゃあ、だったらこっちの思いをぶつけるしかない。まっすぐに。まっすぐに思いを。ボールありがとう。ありがとう。はい、はい。仲いいんだな。兄弟かい？うん、友達。うん、でもね、将来は結婚するんだ。ね。おう！結婚？行こう。行こうぜ。お、
ああ、あんたこの前の。お、なんか羽がついてるけど。突然だけど、あんたに話がある。話？あんたよ、あの麗子って人に惚れてるだろ。ああ、いや、なんだって？あんたはあの人に恋をしている。いや、まあそれはその、なんだ、素直になれよさん。しかしな、俺もいい年だし。関係ねえだろ、年なんだよ。だってよ、初恋だって小学校の時にするやつもいれば、中学入ってするやつもいる。高校のやつだって二十歳を超えてから初恋するやつだっているんだよ。それと同じなんだよ。最後の恋だって30代のやつがいたって、50代60代のやつがいたっていいだろ。100歳だってよ、恋をしたっていいじゃねえかよ。最後の恋って決めるのは自分自身だろ。違うか？それはそうかもしれないけどな。素直になってよ、おじいちゃん。直子、小さい頃からおじいちゃんいつも言ってくれてたじゃん。自分の気持ちに正直に生きなさい、そうじゃないといつか後悔するって。でもな、おばあちゃんのこと気にしてるんでしょ。おじいちゃんの思いはおばあちゃんにちゃんと伝わってるよ。なおか。大丈夫だよ。おばあちゃんは私が生まれる前に死んじゃってたから会ったことはないけど、おじいちゃんと一緒になった人なら大丈夫、きっと分かってくれるよ。でも周りの目があるからな。周りなんて関係ない。おじいちゃんの声を邪魔する権利なんて誰にもないでしょ。お母さんにもお父さんにも誰にも。そんな権利誰にもないはず。周りのみんなが反対したって、私はおじいちゃんの味方だから。ありがとう。としおさん、リエゴさん、あ、今日はお孫さんと一緒。こんにちは。こんにちは。あら、かわいいわっかね。ありがとうございます。としおさん、おじいちゃん。おじいちゃん。としおさん。リンゴさん。キューピッドも悪くねえだろう。うるせえ。でもいくつになっても恋っていうのはいいもんだな。